どうも、花房皮膚科花房です。今日は薄毛治療、特に男性型脱毛症のリアルについて症例写真を見ながら解説していきたいと思います。当院でもいろいろ薄毛治療やってるんですけど、実際どうなんだっていうのを本当にリアルで紹介していきたいと思います。だいたい症例写真っていうとチャンピオン症例が出されて、チャンピオン症例っていうのはどういうことかっていうと、やった中で一番良かった症例だけ出して、ですごい効くでしょっていうことが多いんですけど、本当にチャンピオン症例じゃなくて、本当にその期間内でモニターでご契約していただいた患者様の全症例ご例をちょっとお見せしていきたいと思います。もし今日の動画が良かったと思う人はチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。まず1例目、これ40代の男性のなんですけど、頭頂部から前頭部の薄毛があって、生え際の抗体が少ないっていうアジア型、アジアに多い症例ですね。これはね、もともと治療の反応がいいって言われてる例なんですけど、ハーグ療法、注射でサイトカインを打ち込んでいくっていう治療があるんですけど、そちらを4ヶ月やった、結構増えたっていう症例です。普通他の治療だと、まあ、大体4ヶ月でこうグッと良くなるってことは少ないと思うんですけど、これでこの症例だとたった4ヶ月で相当増えてるのがお分かりいただけると思うんですけど、これがやっぱりねハーグ療法のいいところかなっていうふうに思うんですね。ちなみにこの患者様は事前に他の治療はされてなくて、今回がスタートの治療だったんで、それまたこう反応がいい理由かなとは思うんですけどね。いずれにしろ前4ヶ月ですごい増えて、患者様もお喜びになられたっていう症例ですね。2例目です。この方は分け目の薄さを気にされてる45歳の男性の方ですね。この方は2年間フィナステリドを飲んでいて、増えてはきたんですけど、分け目がどうしてもまだ気になるよっていうことで当院ご来院されてますね。こちらもハーグ治療1回終了いたしました。6回終了してどうなったかって見ていただくと、やっぱりこう分け目のところがすごい増えて良くなってるなっていうのがお分かりいただけると思うんですね。この症例に関しては本当にハーグ療法が効いてるんだろうなっていうふうに思うわけなんですね。なんでかっていうと、フィナステリドも2年間飲んだらそれ以上もう効果プラトーになって、それ以上増えることってあんまりないんですよね。だからこうプラスワンでハーグを追加することでこうすごく増えてるんだろうなっていうふうに思って、私もハーグ療法ってすごいいいなと思った症例なんですね。3例目です。こちらも頭頂部と前頭部の薄毛が目立つ患者様ですね。生え際も若干後退してるかなと思う症例ですね。この方は結構興味深くて、フィナステリドの飲み薬とあとミノキシジルの漬け薬、訳あって絶対使いたくないっていう症例なんですね。だからハーグの漬け薬1本で勝負した患者様です。こちら6回治療後ですね、完璧とは言わなくてもだいぶ増えたかなっていうご印象は持っていただけるかなと思うんですね。だからハーグ療法の他の治療と併用しない場合っていうのはこれぐらいの効果にとどまるのかなと思う症例です。当院だとハーグ療法とフィナステリドの飲み薬、ミノキシジルの外用薬はセットでお勧めしてるんですね。なんでかっていうと、ハーグ療法っていうのはあくまで攻めの治療です。毛包を活性化させて髪の毛を増やす治療なんですけど、フィナステリドっていう守りの治療が欲しいんですね。フィナステリドっていうのは男性ホルモンから毛包を守ってくれる飲み薬なので、守りの治療なんですね。攻めと守りがないとなかなか薄毛治療っていうのはうまくいかないんですけど、この患者様はちょっと事情があってフィナステリド飲みたくないと、ハーグ療法で1本したらで勝負したら、まあこれぐらいの効果だったっていう症例ですね。4つ目の症例です。こちらは50代の男性の方で、やはり頭頂部と前頭部の薄毛の目立つタイプで、生え際の抗体はまあ少しっていう感じですね。これやっぱりね、我々日本人に一番多い AGA のタイプだと思うんですけど、こちらの方ミノキシジルの外用薬を8ヶ月使ってちょっと良くなったと思ったんですけど、もっと増やしたいっていうことで当院ご来院されて、ハーグ療法を6回行った患者様ですね。こちらの方はミノキシジルの外用薬とフィナステリドの飲み薬も追加でお出ししています。6ヶ月で相当増えてきて、薄毛だっていうのが分からないぐらい良くなってると思うんですね。これはね結構いい症例だと思うんですけどね、全員がこうなるわけじゃないんですけど、同じような症例の方であれば、まあ、8割ぐらいの方はこういう風に増えると思っていただいていいんじゃないかなと思いますね。良くなった後はフィナステリドの守りの方の治療を継続していただくっていう形になりますね。最後5つ目の症例ですね。この方はこの生え際の抗体がすごい目立つ方ですね。これ欧米に多いタイプって言われてるんですけど、もちろん日本でも結構いますね。こういう人はね、フィナステリド飲み薬の反応が悪いって言われてるタイプなんですね。だから薄毛って言ってもいろんなタイプがあって、飲み薬が効きやすいタイプもあれば逃げタイプもあるっていうことは分かれるといいと思いますね。この人はね多分ね飲み薬だけ飲んでても良くならなかったと思います。この方はね1年半他の病院で薄毛タブレットと薄毛外用薬っていうなんかよくわからない治療されてたんですけど、効果うーんっていう感じだったので、当院ご来院されてハーグ療法を6回行いました。6回行って顕著に生え際と前頭部の髪の毛増えているのがお分かりいただけるかと思いますね。この方はフィナステリドとミノキシジルの外用薬併用しております。ただね多分ね飲み薬と漬け薬だけだったらここまでは増えなかったんじゃないかなというふうに思いますね。広報チームから質問コーナーしたいと思います。
ハーグ治療をしても効果が高い人と効果が薄い人っていうのがいると思うんですけれども、決定的な違いとかってあったりしますか？これはね、なかなかいい質問で、実はね、論文的にもあんまりはっきりしたことが分かってないんですけど、私も相当経験してみて分かったんですけど、一つは年齢なんですね。すごい申し訳ないんですけど、高齢者の方はやっぱり聞きにくいですね。まあ、60歳ぐらいをカットオフにすると分かりやすいと思うんですけど、60ぐらいを過ぎるとちょっと正直聞きにくくなるっていうのがありますね。これはね、他の薬もとか治療法も同じなんですけどね。もう一つはね、重症度なんですよ。軽症の人の方が聞きやすい。他の治療と同じだと思うんですけど、軽症の方が聞きやすくて重症の方が聞きにくい。なんでかっていうと、同じ 30% の改善だったとしても、軽症の人の 30% の改善と重症の人の 30% の改善だと全然違うっていうことなんですね。かつもう一つ、本当にもうツルツルになって波平さんみたいになってしまうと、これはね、ちょっと申し訳ないですけど効果がないっていうのが事実ですね。また髪の毛のあるうちにこう治療するべきなんですね。今の回答と少し重なる部分があるんですけども、若いうちから治療を始めないと手遅れになってしまうと聞いたのですが、本当でしょうか？これはね、若いうちっていうよりも軽症のうちって言い換えた方がいいと思うんですよね。軽症のうちだと人によってはこうフィナステリドの飲み薬だけで治る人もいるし、治療費もね、安くて済みます、楽で済みます。だから AGA はね、早めに相談された方がいいと思いますね。ハーグ治療で髪の毛が生えた後っていうのはずっともう生えたままなんですか？これはね、ごめんなさい、違いますね。ハーグ治療でせっかく増やしても男性の場合男性ホルモンに攻撃されるんでまた抜けていっちゃいます。だからある程度ハーグ療法で増やしたら、あとはフィナステリドだけ飲むっていうことですね。ハーグ治療もずっと続けなきゃいけないわけじゃないです。高いんで、高いし痛いし、ぐっとハーグ治療で増やして、あとはフィナステリドの飲み薬だけで維持すればいいんですね。ハーグ治療中に髪の毛を染めることってできますか？もちろんできます。ただハーグ治療をやった直後っていうのは針穴があったりとかチクチク痛いと思うんで、やって、まあ、3日ぐらいして痛みが取れたら染めてもらってもパーマしても何でも OK です。治療中にシャンプーとか、まあ、家でできるケアとか、そういうのでおすすめがあったら教えてください。実はシャンプーで髪の毛を増やせるものってないんですよ。こう育毛シャンプーとかなんか売ってるんですけど、これね、髪の毛が増えるっていう意味ではないんですね。頭皮環境をただ単に整えるっていう意味だけなんですね。増えるって書いたらね、違法で叩かれちゃうんでいかないってわけです。ただしその頭皮環境をよく保つっていうのは大事なんで、シャンプーも丁寧にやってもらって、でご自身に合ってるものを選んで健やかに頭皮を保ってもらうっていうのは大事ですね。男性の方だったら、私は個人的には毎日1日1回優しくシャンプーしていただくっていうのがおすすめですね。でシャンプー自体は合ってるものであれば何でもいいんですけど、一般的にはシャンプーによって結構ね、髪の毛の腰って変わってくるじゃないですか。薄毛が気になる方は腰を強くするとか、腰を保つとかっていうのを書いてるシャンプーを選ぶのがおすすめですね。そうするとね、薄毛が目立ちにくくなります。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。もし今日の動画がいいと思った方はチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。